続いては仙台の情報がギュッと詰まったレギュラーコーナー、仙台ね専門ノックなのですが、今回は特別企画、仙台国際空港いいね専門ノックをお届けします。イエイイエイ。仙台駅から仙台空港アクセス線で25分、快速なら17分で到着する仙台国際空港。もちろん今回の台湾ロケもここから出発したんですよ。仙台国際空港といえば、7月1日国が管理していた空港としては全国で初めて民営化されたんですよね。そんな気になる空港のいいねな情報をじゃんじゃんご紹介。まずは美味しいものの情報を連発で。いいねいいね。空港1階牛タン陣中簡単屋には、空港を利用するスポーツ選手や芸能人が必ずオーダーするという特選極上牛タン定食が。お肉の厚さがすごいですね。こちらはあの下1本から1枚しか取れない貴重なお肉になります。え、じゃあこれ3等分ですね。3等分。はい。うん、柔らかい。噛めば噛むほど肉の甘みもしっかりと味わいますね。これはなんかもう1枚1枚じっくりと、はい、味わって味わっていただきたいですね。いいでしょう。いいね。空港3階のロイヤルコーヒーショップには、ラーメンから洋食まで美味しそうなメニューがずらり。あー、どれを食べればいいか迷っちゃいますね。当店ダントツ人気ナンバーワンのメニューはいかがでしょうか。なんだろう。それがこちらのロイヤルカツカレー。ラードで揚げたサクサクジューシーなカツにちょっぴり甘めなカレーがベストマッチ。カレーソースはカツカレーソースのためだけに開発されたソースで、甘みが強くて子供からお年寄りまで食べれるようになっております。なるほど、これのために開発してるからこんなにマッチしてて、はい、いいでしょう。いいね。こちらも空港3階、三陸の味と焼きたて牛タンの店受賞庵のおすすめは、1年を通して食べることができる腹こめし定食。いくらにも味がしっかり染みてて、おいしい。東日本大震災の後、お客さんの要望に応え季節を問わず提供することに決めた腹こめし。実はそのおかげで味にも嬉しい変化があったようで。醤油ベースの煮汁で煮るんですけど、それが毎日毎日煮るようになったら、味がどんどんなんか進化していって、鮭のエキスが出まして、すごいなんか反響になりまして。じゃあ皆さんの要望があってこその。そうですね、進化していったんですね。進化していたんですね。いいでしょう。いいね。そして空港3階 MMC オーガニックカフェでは、宮城県自慢の食材を使ったオムライスが CA の皆さんに大人気。一つが蔵王ジオランという、あのお箸で黄身を持ち上げても割れないと言われるすごい卵をふんだんに使っているというのがお一つ。二つ目が仙台でも有名な木付さんという牛タン屋さんから仕入れている牛タンビーフシチューを、使用してコラボレーションしているというところで、宮城の美味しいところがギュッと詰まったオムライスということなんですね。そうですね。トロトロで美味しい。いいな。いや、美味しい料理を見ていたら私もお腹が空いちゃって、ホットドッグをテイクアウトしてきちゃいましたって、なんなんかーい。熊谷選手がテイクアウトしたのは UCC カフェッサエクスプレスのビッグホットドッグ。この長いホットドッグ、実は全国のチェーン店でもここ仙台国際空港でしか食べられない特別なホットドッグなんです。こういう豆知識を知っていると空港がもっと楽しくなりますよね。ちなみに先ほどからチラチラ見えているこちらのレリーフ、どなたの作品か分かりますか。幅およそ 8.7メートル、高さおよそ 2.8メートル。空港1階にある迫力満点の陶板レリーフを手掛けたのは、アキラなどの作品で知られる宮城県出身の漫画家大友克洋さん。荒波を乗り越える少年の姿には東日本大震災被災地へのエールが込められているそう。とここからは仙台国際空港の豆知識を専門ノック。ムクシ選手、佐藤選手が空港関係者からリサーチした気になる情報をどんどん紹介します。お待たせいたしました。豆知識ゲットしてきましたよ。民営化記念商品というものがありまして、まずはこちら仙台ずんだクランチです。お、空港民営化を記念して誕生した花椒三千の新しいずんだスイーツ。
仙台ずんだクランチはお米のパフにずんだ味のチョコレートをコーティング。サクサクしてる。しっかりずんだの味もしてるね。おいしい。そしてこちらも空港民営化を記念して誕生した森の献立金崎の空弁当。椎茸と何だろうこれ。鮭の味する。すごい。森の献立金崎といえば、うん、魚のすり身とお野菜を組み合わせたオリジナルの惣菜を販売しているので、あ、すごい美味しい。私も空港豆知識ゲットしてまいりました。知る人ぞ知る仙台空港限定の可愛いお土産です。ははまずはホヤ坊やフカヒレちゃんの可愛いハンプ製品が人気のガンバーレと仙台国際空港のコラボアイテム。ホヤ坊やはパイロット、フカヒレちゃんは CA の格好をしてるんですよ。かわいいね。こっちも飛行機飛んでるしね。そして震災で被害を受けた宮城県沿岸部のいちごを使用した宮城のいちご飴。すごいいちごの風味がする。食感どう？食感？うん、うん、お、すんごいサクサクする。音がする。なんで？中にフリーズドライしたいちごの果肉といちごの粉末が入ってるから。なるほどね。いちごが丸ごと入ってる感じする。私は CA さんに人気の空港土産をリサーチしてまいりました。おー、 CA さんにも大人気のスパークリング清酒一の蔵すずねに夏限定幸せの黄色いすずねが登場。こちらの幸せの黄色いすずねなんですけど、うん、何本かに1本だけ四つ葉のクローバーが書かれているんですけど。あった。お、これだ。お、これね。優しいミモザイエローは見た目もおしゃれ、甘さを抑えすっきりとした飲み心地は夏にぴったり。お酒に合うおつまみもお持ちいたしました。ありがとうございます。こちら橋本かまぼこ店のチーズ入り手焼き笹かまぼこでございます。チーズがたっぷりですよね。入ってる。どこから食べてもチーズを味わえる。豆知識最後は空港職員やパイロットの方々を癒していると噂のずんだスイーツについて。ずんだ車両のずんだプリンは枝豆の風味が後を引く美味しさで、空港職員の皆さんもお昼休憩の時に買われていかれるそうです、うん、滑らか。もうすぐ溶けちゃう感じする。ずんだの味しっかりしますね。パイロットが CA さんにご馳走することもよくあるというずんだシェイクは、つぶつぶ、もうこのずんだの食感が残ってるね。もうアイドルグループの皆さんの間でも美味しいって噂で、ファンの皆さんがそれを聞きつけてコンサート終わりに行列を作っていかれるそうです。飛行機に乗る前も降りた後もお楽しみがいっぱい。仙台国際空港のいいねな情報をぜひお役立てください。千本ノックで登場したお店の情報はヤフー地図アプリまたは番組ホームページで確認できます。ぜひチェックしてください。